それではまずはじめに紹介するレリック最強キャラランキング第5位は、ディシリュージョンコンパクヨウムだぜ。うおお、ミョンちゃんの強さ気になる。2023年1月6日開催の迷いを断ち全てを切るべしレリックお祈りで初登場したキャラクターで、7人目となるレリック限定キャラクター。支援式ということはもちろん味方のサポートに強く長けているタイプですか。サポートと聞くと火力不足なイメージしかないですね。やはり結局は何もかも粉砕する火力っしょ。最近まで遊戯姉さんのところいました。単純っぽいけど確かに。ロスワは火力だぜ。しかしこのミョンちゃんなんと火力もちゃんとあるイカれた性能をしてるんだ。さらにこのコンパクヨウムは支援式ながら火力があるだけではなく、高難易度では必須のブレイク性能もあるときた。あーうー、相当有能な性能な感じがする。一つ一つ解説しよう。まずはサポート性能についてなんだけど、スキル1を見ると、味方全体の結界2枚増加、味方全体の命中3段階アップ 4T、味方全体のクリティカル攻撃3段階アップ 4T、と仲間全体の命中率と火力を3段階もアップできる上に、ここが重要なんだが、味方全体の結界2枚増加できるんだ。結界増加はありがたすぎる。これがあれば敵のダメージが当たらないグレイズが行えて、防御面は完璧になりますからね。さらにヨウムの能力には、グレイズ使用時、味方全体の炎鉱を1段階アップ HT があるため、グレイズを使えば火力を底上げすることができるんだ。結界増加スキルと能力のコンボができるのは偉い。さらに仲間全体の結界ということで、金髪サナエちゃんとか指先あったカレミリアも似たように、グレイズ使用時に火力や命中を上げるバフを持つキャラと組ませると凶悪コンビネーションもできるんだ。ひゅいー、想像するだけで震えが止まらない。しかし再使用ターン数は5と若干長めなのが惜しいかな。またバフだけではなくスキル2では、味方全体の霊力を 1.20 上昇、自身の霊力を 0.80 上昇、自身にファストオフよ、といったように、味方全体の霊力をなんと 1.20 も上げれるんだ。1ブーストは必ず上がるのはでけえ。ミョンちゃんの胸8位で、しかも地味に自分は霊力を2上昇することができて、このスキルを使えば速攻で3ブーストにすることが可能。さらに注目すべくはスキル3で、味方全体の陽光を2段階アップ 4T、 味方全体の炎光を2段階アップ 4T、 味方全体に結界以上ドッキリを2枚付与 3T。 え？持続ターン4ターンは美味しいけど、2段階上昇ならそこまで大したことはなくない？あと味方に毒膜し、確かにそう思ってしまうんだが、このスキルの再使用ターン数は3ターン、つまり、無限にバフを重ねがけしていくことが可能。スキル3は 4T の間、陽光&炎光2段階アップができるんだが、これは再使用ターン数が 3T なので、効果が切れる前に無限にバフを重ねがけしていくことが可能なんだ。さらに3ターンとそこそこ短めなのもでかい。胸は小さいけど、このようにサポート性能は一級品。そして火力面だよな。サポートとなると、そこそこなんじゃないの？って思っちゃうよね。ゲーム全体でのサポートキャラのイメージとしてはそうなっちゃいますよね。しかし火力はレリックレミリアなんかと比べても引きを取らないレベル。特に優秀なのが特攻範囲で、幻想郷平行存在という組み合わせは高難易度イベントで極めて実用性が高いこと。幻想郷特攻は原作キャラの大半を占めていて、平行存在特攻も VS 福霊なんかはエピック限定キャラに関連のあるキャラが選ばれやすく、その結果平行存在キャラの敵が出るケースが多いということで刺さることが多いんだ。ちなみに平行存在キャラとはいる世界と A 世界を除く者たちが該当する傾向にあるキャラですよ。例えるとドラゴンボールの第7宇宙以外のキャラみたいな感じだね。レリックレミリアと比べるとラスワの総ダメージ量1ブーストで特攻なしでもレリックレミリアとダメージ量はそんなにも違いはないんだ。サポートなら十分すぎるというかトップクラスの火力を出せるんだ。特攻範囲は昨夜レミリアを明確に上回るしな。そしてブレイクについても超高水準な性能を持っているんだよ。ブレイクも霊力補助を一切必要とせず、共にターンで6枚ブレイクという実用性高すぎる性能を持っているんだぜ。しっかりと自己完結でブレイクもこなせるなんて弱いわけがないわ。先ほども言ったようにサポート能力については倍率項目持続定数いずれもが非常に高水準な上に、スペルカード1で自身への禁止解除という対応力も持っていることから実用性、応用性ともにバリバリに高い。まさに剣士に恥じない隙のない超有能キャラクターなためにこのランキングで見事にランクイン。ポジション的に似たようなキャラでレリックも高がいるけど、彼女は禁止解除2つ持っているが、コンパクヨウムは火力が高い上にバフも乗りやすく、無限サポート性能もあるのでコンパクヨウムにしたぜ。まあ支援は使える幅が多いし、最近は禁止解除が量産化されていますしね。このように剣士らしい有能な性能を持つヨウムは非常に優秀なキャラだ。ただしラスは意外剣を使っていないんだけど、まっそこはにわしなんで許してあげて。それでは次に紹介する最強キャラランキング第4位は、奈良加古明治悟りだぜ。おお、レリックサトリンの強さ気になる。鉄製のスリッパでボコボコにするん。2022年11月22日開催のチレイとソレイのアニマたちレリックお祈りで初登場したキャラクター。このキャラクターの特徴は破壊式らしいぶっ壊れのブレイク性能。全キャラでもトップクラスの火力だな。まずレリックサトリンのスキルとサポート性能についてなんだが、スキル1では、味方全体のクリティカル命中を上げ、スキル3では、相手全体のクリティカル防御を下げられるため、
ため、余ダメージの大幅な増加を狙えれるんだ。さらに、スキル1は味方全体の霊力上昇も可能なため、ブーストの効果を得りやすいのでいろんなところで役割ができやすい。ガチガチのブレイク性能を持っていて霊力サポートもできるっていうのをすぎ。そしてこの悟りの破壊力の根源がスペルカード、地霊伝わずかな地獄カラスの記憶。こちらは3段階ブーストすれば焼却弾での属性とわず3枚ブレイクを狙えるんだ。スキルでの付与も合わせれば、可毒弾効果も合わせて5枚ブレイクまで狙うことが可能。さらに燃焼だけでなく毒切りもあることから複数耐性の場合まとめてブレイクできなくなる場合もありますが、燃焼のどちらかが無効でも結果以上ブレイクが狙えるので汎用性が高いことを考えるとめっちゃ有能やん。そう、水属性攻撃がメインである点、毒切り、暗闇でバフが入る点などが差別化されているところにも注目だな。特に毒切りなんかは彼女が登場した2022年までは毒切り持ちの強キャラがあんまりいなかったんだが、2023年になり、超フェス地下俳句格式様、水着小笠や金さなえといったエピックの強キャラの毒切り持ちが増えたことで組める相手も増えた結果、さらにこの奈良か悟りにスポットライトが当てられるようになっているんだ。そしてスペル2自体が霊力個性も強く、霊力回復要因やこの子に霊力絵札をつけておけばさらに次のターンに全体3枚ブレイクを行えれるんだ。ブレイカーはブーストをいつでもかけれるようにしたいので、自分で霊力呼吸も行えれるのはポイントでかいですね。そして火力についてなんだけど、レリック悟りは能力の結果以上の付与で陽光クリティカル攻撃クリティカル命中の全てを激しくブーストさせれるんだ。しかも各種バフデバフなどにより即席でクリティカル攻撃8段階クリティカル命中10段階という限界近いクリティカル補正を獲得できるんだぜ。ふにゅー、バフとデバフをうまく組み合わせればそこまで到達できるのは強い。そこに専用絵札で 50%、90% という超高倍率補正を与え、しかもなんとなんと、要望1段階デバフ抜毒切り4枚デバフによる超掛け算デバフも乗せ、さらには妖怪妹平行存在黒幕という、上範囲の妖怪特攻を含んだ特攻弾でとてつもないパワーを発揮するんだよ。さすがは相手の心を読む妖怪殺しお姉ちゃん。ブレイクが最後ならではあるけど、そのパワーはレリック最強のパワーを誇るレミリアをすら明確に凌駕するんだ。しかもこのサトリンなら楽々ブレイクできるから条件としてはあまりにも簡単ですしね。絶対火力、特攻範囲両方の意味で遥か上となっているぜ。このように初代レリック限定で初登場補正されしレミリアと比較しても、火力ブレイク性能ともに互角以上の力を持っていると言えるんだ。他に比べると、火力はともかくブレイク性能もエピックの青霊夢を上回っているレベルなんだぜ。ロスワさんの小明治姉妹の優遇度半端ないっす。超火力、サポート、デバフ、結果以上ブレイクなど全てできる、最近の最上位キャラにふさわしいまさにぶっ壊れ性能。火力が出せて圧倒的なブレイクというこのロスワのゲームシステムの基礎にして重要な性能が頂点クラスに極まっているんだよ。間違いなくゲーム最強格のキャラクターだ。さらにここで割と思いきや、特性も全て最強すぎるものを持っているんだ。原作では戦えないキャラなのに強すぎやろ。特性はダメージを受けるごとに確率だけど攻撃力アップ。ターン開始時に確率は少し低めだが、なんと 60% も回復。確率は少し低いが、霊力を 1.20 も上昇といったように場面の整う準備をサポートする有能な特性も魅力的だな。いや、抽選あたりなら全部ぶっ壊れ特性やん。このようにパーフェクトスペックな上に、相性のいいキャラが増えて使いやすくなってきているのもでかい。余計な結果以上まかないし、よく使われる毒と燃焼どっちも割れるのが偉いですよ。スペカもラスワも火力はイカれていて、特攻抜きでもやばい、ブレイク性能もトップクラスだし綺麗な破壊式って感じで見事にこのランキングにランクイン。シンプルに早く欲しい？次回は新年福袋で出ると思うのでそれまでに。リアルマネーをしっかり貯めておきましょう。何円払えばお姉ちゃん買えますか？それでは次に紹介する最強キャラランキング第3位は、歳月夜の蓬莱山かぐやだぜ。2023年8月31日開催の新しい時代のゲット版昇天レリックお祈りで初登場したキャラクターです。このレリックかぐやの注目すべく点はなんと史上初となる性能の敵に弱点を付与するという能力を持っていること。敵に弱点付与って半端ないって、ちょい古いね。ブレイクのしやすさも上がる上に、火力が出しやすくなるんじゃないの？そう、本来は不適正なステージであっても適正にさせることができるというとんでもない能力を持っているんだよ。かぐやの永遠と主流を操る程度の能力らしい時代を変える力ですね。ただ、持続ターンが2ターンで再使用ターン数が7なので正直使ってみないと強いかどうか判断しかねるところはあるんだよね。使いどころを間違えたらほぼ、スキル2つで戦わないといけないしね。ちなみにフルブレイクしても続くからそれはありがたい。一応デバフみたいに消えることはないんだ。レリックかぐやを持っている視聴者さんの方は実際に使ってみてどうだったかコメントで共有していってくれ。この時点で圧倒的な差別化点を保持するキャラクターなんだよ。そしてもちろん、このランキングに入るだけあってロスワで重要度の高い火力ブレイクサポートもちゃんとあるキャラ。火力面に関してはまず特攻が広く、レリック特有の平行依存と黒幕特攻はもちろん、超広範囲の幻想郷特攻もあるからかなり幅広く対応できるんだ。しかも先ほども言ったように、
機弱点付与のせいで適性がなくてもインコを抑えもればさらに火力が乗り、9割型の副霊相手に適性取れるのが強いね。またブレイク性能も一級品で、2ターンで7枚の自己完結燃焼結界ブレイクが可能なんだ。スキル3とスペルカード2を組み合わせればお手軽に結界以上ブレイクが狙えれるし強い。ただスペカの霊力回収力があんまり良くないという意見が結構あるな。ヒット数が少ないせいかスペカ後霊力獲得もあまりないようだ。また現状、陰気環境でもないし月属性も多くないから編成に困るケースもある。まあ早速レリック霊戦というお供が舞い降りたんだけど、とはいえ、まだまだこの子に合わせての完璧な編成は難しい部分はあるからこのランキングに落ち着いたぜ。性能は機械値だし、固有の性能もあるから強いけど、まだ環境的に化け切れてないところと未知数って感じね。うん、たださっき紹介した悟りなんかは代わりを作れるタイプなんだけど、このかぐやは絶対的な差別加点があり、増え続ける超フェスでもつけられることはないであろうスキル。なので息も長いことも考えられるのも評価ポイントだな。このかぐやを持っているという方はぜひ霊戦もゲットしておこう。それでは次に紹介するレリック最強キャラランキング第2位は、さよならはどこか青い浅香かなこだぜ。キャナコこのかなこ様はぶっ壊れすぎている。結構序盤の方のレリックキャラだけど未だに全キャラクターでトップを張り続けれる性能となっているんだ。そのポジションを揺るがないとするのは唯一無二の能力と相手の行動ターンをなくす凶悪コンボ。まず能力は剣を創造する程度の能力消失。有利属性に与えるダメージを 30% アップ。結界以上燃焼の結界1枚当たり陽光陰光クリティカル攻撃クリティカル命中1段階アップ。結界以上凍結の結界1枚当たり陽光陰光クリティカル防御クリティカル回避1段階アップ。結界以上帯電の結界1枚当たり速力命中回避1段階アップ。さすがは北条の神、ここまで豊富なバフ初めて見ました。このように3つの結界以上を力に変えるということで、たくさんのキャラクターと組みやすいというのがまず大きな利点。また3種の結界以上で別々のバフが入るわけなんだが、燃焼なら攻撃関連、凍結なら防御関連、帯電関連なら速力、命中、回避等が上昇するという、あらゆる面を強化することができるんだ。これが神だけに許された力か。全方面能力もえげつないけど、状態以上にも強いから仲間に状態以上をばらまくキャラでも編成の組みやすさも高いのは偉すぎますよ。次にスキルとサポート性能なんだけど、スキル1の姫大明神で、味方全体の陽光3段階アップ 3T、味方全体のクリティカル攻撃3段階アップ 3T、相手全体に結界以上帯電3枚付与 3T、ということで、いきなり味方全体の火力バフを破壊的に上げることができて、相手に結界以上帯電3枚付与することができるんだ。また帯電というのがめちゃくちゃ偉いんですよ。帯電は相手の回避が低下させれるので、安定してダメージを稼ぐことができるから、火力バフとの相性が抜群なんですよね。そう、しかも相手のターンさえも奪うという効果を持っていて、結界以上の中でも優秀な状態以上、さらにスキル2の混合魚の宮は自身の霊力 2.00 上昇。味方全体の命中3段階アップ 3T、あれだけの火力を出せる能力を持っているにもかかわらず、なんと自身の霊力 2.00 上昇させることができるんだ。スキルも喉から手が出るほど欲しいものを持ってるじゃん。これとスペル1の森谷神社マナ娘のような荒人神のコンボが強力。帯電を攻撃前に3枚付与し、スキルで3枚付与できるので3段階ブーストして属性虫ブレイクを6枚分狙えれるんだ。帯電ブレイクが通るならここに霊力に注ぎ込めば1ターンで6枚持っていくことができる。しかもスキル1を使えば、9枚も割ることができちゃうじゃん。そしてこのことから相手の攻撃ターンを渡さない凶悪なコンボができるんだ。その凶悪コンボとは？このかなこ様はブレイク性能は全キャラトップクラスの力なので相手をブレイクして行動できなくしたり、帯電での妨害に加えて、スペルカード2の攻撃効果の 75% でスタンという超高確率スタンが発動。単体相手なら相手のターン来ることないじゃん。例えると、ポケモンのマヒとヒルミと混乱攻撃するグルライの凶悪コンボ。だから相手の行動を減らすという面では右に出るキャラはまずいないだろう。しかもロスワにはグレイズがあるからそれを使えば絶対負けることないよ。しかもスペカ1で娘のように愛するサナエの支援もあって、攻撃後効果で結界増加効果、体力回復効果もあるという耐久面も爆上げできるんだ。いや育ち悪かった子みたいになってるよ。実際に使ってみるとその耐久力はマジで藤見並に倒れない。防御力も底上げできる上に回復もできるってえぐい。このキャラが人気投票ランキング76位ってマジなの。なので耐久面が不安になった場合に使うこともできるんだ。ブレイク性能は間違いなくトップクラスで割れる結界の枚数は史上最強のゴリ押しキャラ白小石と完全に互角。もはや敵に帯電無効がなければ、どこでも絶対に活躍できると言っても過言ではないと言えるな。この全体的なバフの上がり方はこのかなこ様だけでしょうしね。火力に関しては、かなこはクリティカル攻撃を初手から8段階アップまで引き上げられるので特攻火力もとんでもなく、非常に幅広い敵に大ダメージを与えられるんだ。レリック模倣なんかには完全に上回っていて、火力が売りのレミリアや昨夜なんかには絶対火力ではさすがに負けてるんだが、
特攻範囲から見れば天地の差があるんだ。ラストワードの決意の森屋大移動では最重要な位置バレット目含めて幻想郷プラス平行存在という超広範囲特攻を持っているのが有能すぎる。幻想郷といったらもはや6、7割のキャラがそうだからとんでもない範囲ですよ。お手軽な条件での火力で言えば上を行くという見方もできるかもしれませんね。またデザインもいいんですよ。二王立ちがかっこよすぎるし、バトル RPG らしい最強キャラ感があるのもグッド。さらに面白いのが、ミニキャラだと後ろの群写がごつすぎて見応えしかない。やったー、かわいい。ではではラストに紹介する、レリック最強キャラランキング栄えある第1位は、夜に咲く光、霧雨マリサだぜ。さすがの主人公補正。2023年6月30日開催の魔法に恋した普通の少女レリックお祈りで初登場したキャラクターだぜ。とんでもないほどパワーファイターとは聞きますけど、どれほどのものなのか知りたいです。マジで火力がとんでもなく、東方ロストワードナンバーワンクラスの最強アタッカーなんだ。まず能力については、結界以上燃焼暗闇の結界1枚当たり陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中が1段階アップ結界以上毒霧にかからずに霊力を 0.20 上昇、ブースト使用時、味方全体の回避を1段階アップ HP、グレイズ使用時、味方全体の速力を1段階アップ HP。火力だけでなく、ブースト使用時に味方全体の回避を1段階アップで防御方面も安定できるのいいですね。またグレイズを使うことで、速力がアップするんだけど、これがまた火力につながって強いのよ。後で言うけど、毒霧で霊力といったように霊力回復しやすいキャラなので常時ブーストをかけやすいのが偉い。能力のポイントをまとめると、結界以上1枚あたりに速力と火力のバフが森に盛りまくられ、ブーストを使えば回避性能が上がるんだ。そしてスキルとサポート性能については、スキル2が有能で、味方全体の速力を4段階アップ 3T、 味方全体の命中を3段階アップ 3T、 味方全体の霊力を 0.50 上昇、そして再使用ターン数がなんと驚愕の2ターンときた。いや味方全員ウサインボルト選手にするか、なんと速力を4段階アップの上に無限上昇ができるんだ。地味に命中率もアップできて、霊力もバンバン回復できる強スキル。速力が高いほど威力がダメージが上がるほどにこのマリサの売りの残裂弾の威力が上がるんですよね。そう、これが強化力の理由で、どんどん力をつけていくんだよ。なんだか、努力するマリサを彷彿とさせますね。さらにさらに、なんと、スキル1も再使用ターン数が2。それだけでもスキル性能ぶっ壊れやん。一体どんな効果なのさ。スキル1の効果は、相手全体のクリティカル防御3段階ダウン 2T、相手全体に結界以上燃焼を3枚付与 2T、味方全体に結界以上燃焼を3枚付与 1T、相手に対しての燃焼付与も行えるため陰光と陰謀のダウンやターン終了時のダメージに加えて結界のブレイクを狙えることができて、おのずとブレイク性能もトップクラス。しかも自身に燃焼を付与できると陽光、陰光、クリティカル攻撃、クリティカル命中を強化できるから、一瞬にして火力アップを行えるから強強じゃん。しかもスキル再使用ターンが早いから火力や命中力も維持しやすく、通常スペルにも広範囲特攻があるので短期のスペル構成ですらダメージを稼ぎやすい。実は特性も優秀で、まず一つ目の妖怪退治の専門家は、攻撃された時、妖怪から受けるダメージを 100% ダウン、発生率 35%。発生率は若干低いものの恩恵はかなりでかく、しかも妖怪からとかなり範囲が広いのもいいところ。そして特性の最弱の魔法使いがエグい。ターン開始時、自身の霊力を 0.30 上昇、発生率 100%。再使用ターン数2のスキル2で霊力回復をバンバンできる上に、特性で毎ターン霊力回復はエグいって、だからこのことから霊力に困ることはまずないどころか、常にオーバー状態になっているだろう。となると、常にブースト3つかかるから、能力のブースト使用時に回避性能が上がるコンボが強すぎだ。ああ、これで霊力性能も間違いなくトップクラスだな。そしてこのマリサの真骨頂である 222% 残裂弾。これが最近登場したランク2バフと広範囲特攻が合わさった火力はゲームナンバー1と言ってもいいだろう。初っ端でも火力が高いのに、戦闘が伸びれば伸びるほど火力が上がるのは強いわ。さらにブレイク性能もトップクラスのものを持っているんだ。スペルカードにコイムフスクエアスパークの燃焼3枚付け &2T で再使用可能なスキルで燃焼3枚付与。そして先ほど紹介した再使用ターン数が2ターンのスキル1とのコンボ付与により相手が大やけど状態になるんだよ。このように霊力自己完結の全体スペル燃焼ブレイクのブレイク性能もこれまたゲーム最上級。再使用 2T のスキル 1& スキル2でバフ&デバフをばらまきまくる補助性能も異常すぎるし、ブレイク、火力も伸びまくるモリモリ性能ですね。しかも自身で結界増加が行えるレイマフシールドレバリエはあるので、これで結界を増やして、能力のグレイズ使用時、味方全体の速力を1段階アップ、さらに火力と防御を伸ばせることもできるから安定性がやべえですよ。このようにレリックマリサはマリサらしいどんどん力をつける超パワーであり、初っ端でも火力が高いのに、戦闘が伸びれば伸びるほど有利になるというとんでもキャラなんだ。また性能があまりにもオシャレすぎるし、ラスはもうオシャレだからめちゃくちゃ好きですよ。おそらく新年の福袋ガチャなんかで出ると思うから、今のうちに今日話した能力を確認して待っておこうぜ。
それでは今回の授業はここまで。私と同じようにレリック散るのが待ち遠しい人は高評価で教えてくださいね。また最近レリックキャラがたくさん出て、結晶がなくなっていると思うから結晶の集め方なんかも解説しているから見に行ってみてくれ。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。